大使が朝鮮独立運動の指導者アン・ジュンコンの問題と取り組むようになったのはおよそ30年ほど前のことです。当時私は恩師である上川彦馬先生の指導で日韓関係の資料を編纂していましたが、ある時私の友人が神田の古本屋でアン・ジュンコンに関する資料を見つけて買い求め、私に譲ってくれたのです。アン・ジュンコンとは申すまでもなく、日本では明治の元勲であり、初代の韓国統監であった伊藤博文を満州のハルピン駅で暗殺した犯人として知られていますが、朝鮮半島ではアン・ジュンコン騎士と呼ばれ、今でも全ての朝鮮民族から敬われ慕われている人です。神田の古本屋で見つけた資料というのは、旅順で行われたアン・ジュンコン騎士の裁判記録と、アン・ジュンコンが北朝で書いた自伝の日本語訳でした。私はこれをもとにアン・ジュンコンの研究を始めましたが、その後アン・ジュンコンの生誕100年の前年にあたる1978年に長崎市で安王室歴史という文書、そうしてその翌年国立国会図書館で七条清美関係文書という、いずれもアン・ジュンコンに関する貴重な資料が見つかりました。そうして私は偶然にもその2つの資料に直接関わり合うことになったのです。まず安王室歴史ですが、安王室とはアン・ジュンコンのあだ名で、アン・ジュンコンが旅順の韓国の中で書いた事実の地点、つまり私の友人が神田の古い本屋で見つけた日本語訳の原本でした。アン・ジュンコンが自分でこれを書いたことは、旅順刑務所の所長、当時は天国と言っておりましたが、栗原という天国から坂井警視、韓国統監府の坂井義明警視への報告で確認されていました。この安王室歴史を長崎市で古美術書をやっていた渡辺正志郎さんという人が大正末期に坂井警視の遺族から買い取って保存していたのですが、亡くなる前、当時84歳でしたが、アン・ジュンコンの祖国に返してあげたいということになったのです。坂井警視のご遺族の話によりますと、坂井警視は李朝構想の皇后ピンピ殺害事件に関係し、ピンピを殺したのは自分だと終生悩んでいたそうです。伊藤博文暗殺事件が起きた時には、犯人のアン・ジュンコンに自分の伝記と自分主張を書き残すように便宜を図っています。渡辺さんは最初は坂井家が塗装を処分するという話を聞いて、米花の塗装だから何か骨董品でもあるのではないかという軽い気持ちで手がけたそうです。しかし山積みされている書類を見ているうちに、坂井警視が旅順から持ち帰ったと思われるアン・ジュンコンの地点を見つけました。渡辺さんはもともと伊藤博文暗殺事件が起こった時、自分の国の独立のために命を捧げる青年がいることに深い感銘を受けていたことから、このアン・ジュンコンの地点を買い求めたと言います。そしてそれを大事に保存してくれたのです。この歴史的に大変重要な資料は、渡辺さんの希望通り現在祖国に戻り、ソウルのアン・ジュンコン記念館に保存されております。そこで私は日本の研究者のために辞典の見聞など全ての資料を収録したアン・ジュンコンと日韓関係史と
劉邦を安順根の生誕100年にちなんで原書房から出版しました。次に七条清見関係文書のことですが、この文書を発見したのは全く偶然のことでした。と申しますが、私は安順根の生誕100年の1日前にたまたま国立国会図書館の県政資料室に、先ほどお話しした栄慶氏宛に送った栗原天国の手紙の解読をお願いに行ったのですが、その時資料室の小原信介さんが、そういえば昔満州で献辞をした人の文書が国会図書館に寄贈されていますよと言われたので、私は念のためにその七条清見という人の関係文書を閲覧させてもらいました。ところが驚いたことに、この七条清見関係文書の中に安順根の思想の全貌を示す東洋平和論など韓国の中で書いた数多くの文書が収められていたのです。これには本当にびっくりしました。七条清見という人は1892年生まれて、東京帝国大学を卒業して司法書に入り、検察官僚の道を歩いた人です。満州で献辞をしていたというのは図書館の人の記憶違いでして、司法書つまり本書の役人でした。七条さんの小学職のお話によりますと、七条さんは安順根が国中で書いた辞典と東洋平和論を、これは大変なものだと言って自宅に持ち帰り、数日にわたって夜を徹して書き写し、中部ほどコピーを作って友人たちに配ったということです。当時まだ幼かったお嬢さんのこの方は今児童文学者になっておられますが、思い出によりますと、これは偉い人の書いたもんだよと安順根の辞典を見せながら、安順根のことについていろいろと話を聞かせてくれたそうです。安順根が自分の信念を述べた東洋平和論を、平和論がちょうどその生誕100年の1日前にこのような形で見つかったことは、私にはとても偶然とは思えませんでした。安順根の魂に導かれた出来事のように思いましたが、考えてみますと渡辺彰志郎さんとか七条清見さんたちの安順根に対する理解と援助がなければ、安順根の歴史的解明は不可能だったわけです。これはやはり民族と国境を越えた人間的触れ合いが大切なんだなということを改めて感じさせられました。そうしてこの2つの文書を発掘に直接関係することができたことを、研究者として大変ありがたいことと感謝しております。安順根といえば戦前の日本では不逞鮮人、けしからん朝鮮人という表現で扱われましたし、今の学校教育でも例えば高校の教科書の日本史の中で1909年伊藤博文がハルピン駅で韓国青年に暗殺されると、翌年日韓併合を行って植民地とし朝鮮総督を置いたという簡単な記述があるだけです。しかし韓国では子供の時から安順根が独立運動の指導者として教えられています。これは小学校5年生の教科書ですが、ご覧のように8ページにわたって彼の生涯と思想が詳しく教えられています。朝鮮半島の人たちにとって安順根は一介のテロリストではなく、伊藤博文の暗殺は朝鮮半島の独立を願うあまり、韓国統監府の初代統監という日本の植民地支配の象徴を狙った奇襲なのです。この点については旅順の法廷で安順根
に死刑判決を言い渡した日本人の裁判長すらもその行為は私憤にあらずと述べています。安潤根は法廷で最終陳述でこう言っています。私は3年間各地を遊説し、反日武装勢力である騎兵の参謀中将として転戦した。今回の強行も韓国の独立戦争のために騎兵の中将として行ったもので、普通の刺客殺し屋としてやったものではない。したがって私は今非国民ではなく敵軍の捕虜となっている軍人だと思っている。そうしてさらにこう続けています。今日全ての人間は法治国家のもとにあり、人を殺害した人間が焦らずに生き残ることはできないが、自分はあくまでも捕虜として国際法によって処断されることを要求するとこう言っているのです。私が失地を興味関係文書の中で発見した東洋平和論を初めて読んだ時、当時31歳の青年がこれほどの世界情勢についての認識を持っていたのかと驚きました。20世紀初頭の東アジアをめぐる列強の拡張に関して実に鋭い観察をし、祖国の危機を憂いています。立派な歴史観に支えられた平和論です。このところ日本と韓国の関係が新しい時代に入ったと言われます。そうして日本と北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国との間でも国交正常化の交渉が始まりました。東アジアでの平和をしっかりしたものにするために、今こそ日本と朝鮮半島の人々の信頼関係の構築が求められています。そのためにはより深い総合理解が必要です。苦い過去を背負った者にとってはなかなか難しいことです。しかし私は安潤根についての資料発掘の仕事を通し、明治維新の建軍として日本人にとっての大事な伊藤博文、その伊藤博文を殺した安潤根に対して、明治時代ですら多くの日本人が民族や国境を越えて人間的理解を示したことに示したという事実を知り、大変勇気づけられました。歴史を隠すことなく真実に迫ることが結局は民族総合の理解を進めることにつながると信ずるゆえんです。